こんにちは、イーです。今日はコンデンサー回路カッコ2ということで、今日扱うのはこれです。電化保存。え前に一回やったと思いますけども、それを利用して問題を解きたいと思います。で、えー、まずはですね、コンデンサーの基本式というのを見直していきたいと思います。この Q イコール CV っていう式ありましたよね。で、これはこういうふうに今、 図が書いてありますけども、えー、容量子のコンデンサーに、えー、それぞれ電気量、ね、電気量が急溜まってるっていうふうに言われたら、こう表現のね、決まりみたいなもんなんですけども、えー、例えば200マイクロクーロン充電されている、ね、200マイクロクーロンが溜まっているコンデンサーとかっていうふうに言われたら、えー、表現としてはそれしかないんだけども、実際にはプラス200マイクロクーロンとマイナス200マイクロクーロンが えー、それぞれの極板に溜まっているという意味になります。なんで、えー、ここで出している Q は、まあ、全体としてどれぐらいの電気量が溜まっているかっていう話ですね。で、Q イコール CV。V は何って言ったら電圧。電位差をとっています。電圧がマイナスになるってことはないわけです。必ず大きい方の電位から小さい方の電位を引き算して、えー、大きさとして出しているわけですね。 この Q イコール CV っていうのはあくまでもあどっちにプラスが溜まっている、どっちにマイナスが溜まっているって今までは結構単純な回路をやってきたのでえだいたい予想がついちゃったわけですね。だけど、えプラスマイナスの予想がつかないっていうふうになった時にちょっと使いにくくなってきます。なのでこれをちょっと拡張してあげて えー、プラスとマイナスがそれぞれわかんなかったと。えー、どっちの極板にプラスが溜まってるかマイナスが溜まってるかわかんないっていう時に、電化、えー、つまり符号も含めた状態でこっちを Q1。で、こっちを Q2。で、こっちがもしプラスだったらこっちはマイナスだし、えー、こっちがプラスだったらこっちがマイナスっていう風に、えー、符号を含めた状態で文字で置きます。要領詞はそのままで、 電圧もどっちが高電位かっていうのは分からないから、電位 V1 と電位 V2 っていう風に置いてあげます。そうするとこの Q イコール CV っていうのは、えー、このように書き換えることができます。左側の極板に溜まっている電荷は C×V1-V2。こっちからこっちを引き算して電圧、電位差にしているわけです。なので、もしこっちが高電位であれば、 大きい方から小さい方を引いているので、プラスの電荷っていう意味になるし、もしこっちが高電位であれば、小さい方から大きい方を引いているので、えー、Q1 に関しては、負の電荷が溜まっているというふうに、こう自動的にね、計算できるように、えー、書き直してあげます。このようにしてあげると、電荷保存がね、使いやすくなるので、えー、この式知っておくといいでしょう。 順番としては知りたい極番側の電位から相手の電位を引き算するっていう順番。まあ、自分から相手を引くっていう感じですね。一つ目の問題です。10マイクロファラットのコンデンサーもすでに40ボルトで充電しましたっていう話です。で、それと充電されていない20マイクロファラットのコンデンサーとそれから10ボルトの電池を図のように接続しました。 こっちは充電されてない。けど、こっちは充電されている。という状態で、10V の電池に接続したということですね。で、この時、20マイクロファラットのコンデンサーの左側、えー、つまり、ここですね。ここ。ここに蓄えられている、えー、電気量を求めなさいと。で、今、えー、ここに図を書いています。これは、えー、接続する前。っていうかな、スイッチを入れた直後とか、まあ、直前とかでもいいんだけども、 とにかく、こいつは 40V で充電されているわけだから、こっちが400マイクロクーロンで、こっちがマイナス400マイクロクーロンっていう風になります。で、20マイクロバラットのコンデンサーには何も充電されてなかったわけですね。それが、スイッチを入れて十分時間が経過すると、まあ、なんかしらこう、移動が起こって、えー、ここにそれぞれ電荷が溜まるようになります。それを、今までだったら、プラス9。 マイナス9とか、プラス9ダッシュ、マイナス9ダッシュとかっていう風に置いてたと思うんですけど、正直言って、左側にプラスが溜まってるかどうかなんて、ちょっとわかんないんですよ。だから、こんな感じで、もう符号なしで、91、92、93、94という風に書いてしまいます。えそうすると、電化保存を使いたいという話だから、電化保存は、 正しければね、えー、別にどこに注目してもいいわけだけど、わかりやすいのは、えー、多分真ん中です。ここ孤立してるんで、ねえー、この部分に関して電化保存を考えてあげると、92足す93。これどうなってるか。といえば、元をたどると0とプラス400って書いてあるから、これは、えー、プラス400マイクロクーロンっていうふうになりますよね。 で、次にさっきやった基本式をね、拡張させた式があったかと思いますが、あれを使っていきたいと思います。そのためには電位を定義しないといけないんで、書いてないけど、例えばここを自分で 0V とかって置いちゃいます。そうすると、ここの電位は、えー、10V、ね。電池があるから 10V になって、 ここはもちろん今自分でアースしたから 0V になってじゃあ真ん中のここはっていうと電位はわかりませんだから XV っていう風に置いてあげますそうすると Q2 に関してはさっきの式を使ってあげて20マイクロファラットかける自分の電位から相手の電位を引き算しますということで 20マイクロかける X-10 と、えー、Q3 に関しては10マイクロファラットかける x 引0と、あ、ごめんなさい、x ゼロというふうになります。で、えー、それら電荷を足してあげると400マイクロクルになりますよ。こういう式が成立しますね。 これで X を解いてあげると、20っていう風に出てきます。20V。方程式を解いてあげると、20V が出てくる。ということで、緑の電位が20って分かったわけね。ここで面白いのは何かっていうと、電池に接続しているんだけど、電池のプラス極よりも、ここの緑の方が電位が高いって言ってるんですよ。 これね、もともと充電されていたっていうのがあるから起こることなんだけども、えー、この結果により緑が最も高い。ということは Q2 と Q3 がプラスで、Q1 と Q4 がマイナスになっているということがわかります。なので電池のプラス極にはつながっているんだけども、Q1、今求めたいのはこの電化ですね。これはマイナスで出てくるんです。 ということで、えー、Q1 は、えー、今のやり方でやると、20マイクロかける自分が10ボルト。相手が20ボルト。自分引く相手をしてください。そうすると、マイナス200マイクロクーロンという風うに出てきます。はい。ね。えー、こんな感じで、えー、解くことができます。多分ね、いろんな間違い方とか、えー、勘違いの仕方とかっていうのがあるわけだけども、まずやっちゃいけないのは、 パッと見て、あ、直列つなぎだ。だから直列つなぎの合成使おうって思った人ももしかしたらいるかもしれないけども、実はこれ合成できません。なんでかっていうと、移動した後、えー、どうなってるかって言えば、絶対、ここ、ここ、ここ,こ、こ,ここに蓄えられている電気量、ね、大きさ。これが等しくないからです。それは、もともとこいつが充電されてるからですね。 もしこいつが充電されてない、どっちも充電されてない状態で、ただ接,接続をしたというのであれば、えー、合成が使えます。でも、えー、片方もしくは両方、これが、えー、電化ゼロ、充電されてないという条件がないのであれば、えー、それを使うことができません。なので、このように電化保存をうまく利用して、えー、解いてあげましょう。はい、二つ目。 えー、図のようにコンデンサーと電池を使って回路を作りましたよ。とこんな感じです。ね、えー。電池が2つくっついてます。まあ、あの、切る非豊フの時にも言いましたけども、別に、ね、電化保存っていつでも使える。キルヒホフもいつでも使える。はっきり言って合成なんか使わなくたって、キルヒホフとか電化保存とかがあれば、えー、回路なんて大体溶けちゃうんですよ。ただ、使いどころってあるんじゃないかなって思います。ね。合、え、成、ー、を使ってあげれば、早く溶ける問題もあれば、 こういうふうに電化保存を使ってあげれば解ける問題、早く解ける問題っていうのもあると思います。なので、まあ、いつでもそれを使えば解けるっていうのに魅力があるのは確かなんだけども、まあ、こういう、例えばね、電化保存だったら、今回これを見て私は、電化保存使おう。回路を見て使おうって思うんだけど、その使おうって思うポイントは、こいつです。電池。 電池が2つ以上あるとちょっと厄介だなっていうふうに考えて、つまり合成ができないから、えー、そういう時に使おうかなって思います。さっきの問題でも合成が使えないから電化保存に行こうかなっていうふうに考えます。キルヒホフに関しても合成、えー、抵抗とかができない電池が2つ以上あったりする場合に使おうかなっていうふうになるわけですね。はい、じゃあ見ていきましょう。えー、今回求めるところはここですね。 30マイクロファラッドの上の極板に蓄えられた電気量を求めなさい。えそれぞれのコンデンサーは今回は充電されてませんよっていう話です。ということで、えー、やっていきたいわけですけども、えー、まずはですね、電荷を置いちゃいますね。ここを Q1、Q2、Q3、Q4、Q5 の Q6 っていう風に置いちゃいます。 まあ、使うかどうかわかんないですけども、とりあえず置いちゃうといいかと思います。で、ここが赤の電位。そして、ここが青の電位。そして、緑の電位。で、最後、黄色の電位と。いうふうに書くことができます。で、 うんと、そうだな。アースをしてあげるのが、まあ、やり方なんですけど、一番低そうだなっていうところをアースしてあげるといいかなと思います。なんで、えー、緑をアースしますね。別に黄色でも赤でも青でもいいんですけど、自分の好きなところをアースしてあげてください。そうすると、えー、ここをアースしてあげれば、えー、黄色の電位、これが 20V ですね。じゃあ赤の電位はってこれ100っていう人いるんだけど、 ここをアースしてたら上に上がっていくんで1 2 0ボルトになります。じゃあ青はっていうとこれがわかんないんだね。x ボルトという風うに置いてあげましょう。で、電化保存はどこで使うかっていうとこの離れ小島のところを使ってあげればいいね。そうすると929395。これを足して電化がどうなってるかなっていうことですね。92足す93足す95。 もともと充電されてないって話だから、0になってないとおかしいねということです。さあ、じゃあ、一個一個 Q2 から見ていきましょう。Q2 は、えー、まず容量が10マイクロファラートで、自分の電位が X、相手の電位が120という風になるから、X-120 と。これで表すことができます。さあ、で、Q3。 これも同じようにしてあげると、20マイクロファラットで、えー、自分の電位が X、そして相手の電位が0になっています。で、最後、9号。これに関しては、容量が30マイクロファラットで、えー、自分の電位が X、相手の電位が2 0トという風になってますね、えー。まあちょっと横に長くなりそうだったから別々に書きましたけども、これをそれぞれ代入してあげて、 X を求めてあげれば、えー、いいわけです。そうすると、これで解いてあげれば、X は、えー、30V っていう風に出てきます。だから、青の場所は、えー、30V なわけですね。なので、えー、これで九5を求めることができます。今知りたい九5というのは、30マイクロファラットかける、えー、×自分の電位が30。相手の電位が20。 ということなんで、結果的に300マイクロクーロンというふうに書くことができますね。これが答えです。さあ、で、まあ今ね、えー、一通り電化保存を使ってやったんですけど、電化保存は実はあと1個使える場所があります。別にこの離れ小島にこだわる必要はなくて、Q1、Q4、Q6、 これに注目しても、えぇ、ー、解くことができます。なんでかっていうと、よーく見ると、ここと、ぐーって外回って、ここと、さらに外回って、ここって、つながってるんですよ。間に電池はあるけども、電池って、ただこう、運ぶ、なんていうかな、役割をしているだけだから、 中にこうやって道は通ってるわけですね。コンデンサーはえ間が空いちゃってるけど、電池は内部でこう、電荷が通り抜けることができます。なので、えー、1、6、4。この3つの電荷は合わせたら0になります。ね。えー、それは一緒。で、立て方としては、9 1の求め方、9 4の求め方、9 6の求め方で足して0と。やってあげても同じ結果が出ますよ。 なので、こうじゃなくても、もう一通りやり方があるので、それでも確認をしてみてください。はい。ということで、今回は電化保存、ね、使いこなせるようになってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして、問題を解いて、それを積み重ねていくことで、 成績が上がると思いますまた頑張っていきましょう